小池正明、小池正明、小池正明、1980年5月15日体は、元プロ野球選手、外野手、内野手、野球指導者。愛称は、5時で、2013年に横浜 DNA ベイスターズで現役を引退。2014年からは、同球団のコーチを務める。実家は、横浜市ほどが役のお茶屋、丸周園。 1987年から横浜市立法小学校。1993年から横浜市立宮田中学校出身。中本真希リトルシニアに所属の3年時の全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップを制覇。同リトルシニアには同期に高山義雄、2年先輩に森野正彦が所属していた。1996年から3年間。 横浜高校に進み、荒垣なぎ採用する沖縄水産高校を決勝で破り、第28回明治神宮野球大会制覇、松坂大輔、後藤武俊、小山雄らと共に、甲子園春夏連覇達成、神奈川、夢国体でも優勝。主に一番右翼手として活躍した。夏の三回戦、西稜戦では、先頭打者本塁打を放った。 高校通算26本塁打。同年のドラフト会議で、地元球団の横浜ベイスターズから6位指名され、入団。プロ1年目は一軍に昇格できなかったが、横浜スタジアムで行われた、フレッシュオールスターゲームに出場した。4月20日に初出場を果たす。9月25日には7番打者、左翼手で初めてスタメン出場した。は、 主に代打で60試合に出場。5月23日の対広島戦でプロ初本塁打。プロ入り後は三塁も守るようになり、序盤は三塁手での出場もあったが、終盤には鈴木隆の離脱で、左翼手での出場が増えた。は、村田修一、古木勝明などの活躍に弾き出され、出場機会が9試合に激減。もう一軍には上がるものの、試合には出られずに、 すぐに逆戻りという状態が続いていたが、シーズン終了間際のタイヤ来ると27回戦では、2打席連続本塁打を放った。は、タイロン・ウッズの対談に伴い、尊敬する MLB のマイク・キャメロンにちなんで、背番号を56から44に変更。牛島和彦新監督に守備力を買われ、6番打者、中堅守で、初の開幕スタメンの座を書くだが、 打撃不振で一時レギュラーから退き、ケビン・ウィット、内川誠一、フルキラーと左翼のレギュラーを争った。5月末に2番で起用されると5試合で5本塁打を打ち、そのまま2番打者、左翼手のレギュラーに定着。田村一氏の離脱時は、センターも守り、自己最多の出場機会を得た。セリーグトップとなる37ギー打を、記録、20本塁打を放ち長打力も見せるなど、 一躍主力選手となった。開幕当初は2番打者、左翼手として、スタメン出場をしていたが、嘆き不振のためレフトのポジションを吉村祐希に奪われる。田村が負傷で、長期離脱すると、中盤以降は2番打者、中堅手で、レギュラーとして固定されるようになった。しかし9月28日の対中日戦、名古屋ドームで、佐藤光から左手に支給を受け途中退場。 病院で検査したところ中指の骨折で全治2ヶ月と診断されたため一軍登録を抹消される。2年連続となる規定打席到達を目前にしての先線離脱であった。自己最多の39ギガを記録し、2年連続で最多ギガを記録。田村がソフトバンクへ移籍したため、前年までライトを守っていた金城達彦が4年ぶりにセンターに復帰。 大谷昭彦新監督のもと、前年まで内野手の佐伯木隆弘や内川が外野手に転向するという激しいポジション争いの中、打撃でアピールすることができず、レギュラー定着には至らなかった。6月20日のソフトバンク戦、横浜スタジアムでプロ入り初のサヨナラ本塁打を放った。12月7日、横浜南京西病院にて内川と共に、返答線除去手術を行う。 は、内野手にも挑戦し、オープン戦では主に一塁手一として起用された。新戦力の加入で外野で争いが激しくなったことや、自身の不調もあり、開幕一軍は果たせず、その後も二軍生活が続いた。6月16日に投手が壊滅状態であった横浜と森野正彦、李平慶など主力選手が相次いで離脱して、外野手が不足していた。 中日の思惑が一致し、石井雄也との交換トレードで中日へ移籍。背番号は石井がつけていた三十に決定した。しばらくは二軍で調整する予定であったが、離脱中であった、岩田博和の代役の二番打者として六月二十日に、一軍登録。二十一日、二十二日に二番打者、中堅守で出場し、二十二日には移籍後初の、お立ち台に上がる。 7月6日には、名古屋ドームで遺跡後初の本類打を放った。その後、堅実な守備力を買われ、一軍に定着。スタメンでの起用も多かった。ウッズの対談もあり、背番号を30から横浜時代に着用した44に変更。くしくも遺跡先で、同じ選手の対談による、同じ背番号に変更することとなった。初の中日での春キャンプでは、 外野手のほか、一塁手や三塁手にも挑戦し、落合監督からノックを受けた。開幕一軍を果たすも当初は、藤厚氏、新人の野本圭らの台頭で、スタメンではなく、代打や代走、守備固めとしての起用が多かった。6月頃から相手先発が、左投手の場合は、右翼手で、スタメン起用されるようになり、最終的には3年ぶりとなる100試合以上の出場を果たした。 個人応援歌が作られる。しかしシーズンを通じて、不調気味で、遺跡後初となる二軍落ちを経験するなど、最終的に54試合の出場に止まった。は、キャンプから二軍スタートとなりそのまま開幕を迎えた。5月28日に、初の一軍昇格を果たす。6月19日のオリックス戦、名古屋ドームで、岸田守から、サヨナラホームラン。 7月6日の阪神戦では、逆転満塁本塁打を打つなど勝負強さとパンチ力を発揮した。トニブランコが離脱した際には一塁手で出場した。ソフトバンクとの日本シリーズでは、第一戦で延長10回表に、マハラ・タカヒロから勝ち越しとなる、ソロホームランを放つ。オフに出場機会を求めて、国内 FA 権を行使。 12月19日に横浜 DNA ベイスターズと契約し、4年ぶりに古巣に復帰した。2は、オープン戦から校長を保ち、阪神との開幕戦では3番打者、一塁手でスタメン出場した。結局88試合に出場し、打率。192と振るわなかったものの、得点圏では打率。333、18打点の成績を残した。 10月1日に15年間の現役引退を発表。今季14試合目の出場となったチーム最終戦の10月8日の大阪神戦、横浜が引退試合になった。7番、一塁手でスタメンに起用された小池は4回裏の打席で、この年の一軍初本塁打となる左中間への二乱を放ち、現役最終打席となった8回裏の打席では、 目に涙を浮かべ鼻をすすりながらもこの試合二本目の本塁打となる決勝のソロ本塁打をレフトスタンドへ放った。泣きながらダイヤモンドを一周し、ホームベースを踏んだ直後に敵チームのキャッチー清水誉れに手を差し伸べ握手を求め、清水は握手に応じながらえしゃくした。この試合で4打数3安打3打点を記録し、優秀の美を飾った。試合後に開かれた引退セレモニーでは、 ファンへの挨拶の後に、ナインから胴上げされている。なお、小池が横浜への復帰後からつけていた背番号8は、現役引退後の、から、高校の先輩でもある、田村一志が引き継いだ。2013年、10月10日に、DNA のコーチに就任することを、球団から発表。2014年は、一軍打撃コーチに就任する。当初は一塁ベースコーチも兼任していたが、 シーズン途中から宝来や秋彦に譲り、打撃コーチに専任することになった。2015年2018年は、二軍ガイア守備総類コーチに変更する。2016年から2017年まで、二軍打撃コーチに変更する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。